ただいまより3月21日日曜日第9レースに行われます農林水産大臣賞典第53回万栄記念の枠番抽選会を行います。では最初に抽選順番を決める抽選を行います。なおこの順番は出走馬の通算習得賞金順で行います。突き立て調教師どうぞ前へお越しください。いいんですよ。どうぞ。7番。俺の心抽選順番は7番です。2番目は甲子園会松井博文調教師お願いいたします。9番。松井調教師甲子園会は9番目です。3番目は戦国エース、もう一度突き立て調教師前へお越しください。3番。戦国エースは3番です。続いて目白剛力を管理します、松井博文調教師もう一度前へお越しください。4番目ですね。目白剛力は抽選順番4番です。続きましてはミノルシャープを管理します、オートメイト調教師前へお越しください。2番目。ミノルシャープ抽選順番は2番です。続いて北勝勝を管理します、坂本調教師の代理で阿部武富騎手前へお越しください。お願いします。6番目。北勝勝抽選順番は6番です。続きまして北野裕次郎を管理します、村上真一調教師前へお越しください。10番目です。北野裕次郎抽選順番は10番です。続いて新参ボーイ感謝の心を管理します、鈴木邦也調教師前へお越しください。まずは新参ボーイから行います。5番目。新参ボーイ抽選順番は5番です。続いて感謝の心をお願いします。1番目。感謝の心抽選順番は1番です。最後は総訓防衛を管理します、西村春夫調教師前へお越しください。8番目。総訓防衛抽選順番は8番です。西村調教師ありがとうございました。この後準備が整いましたら枠番抽選に入ります。よろしいでしょうか。では枠番抽選に入ります。最初は感謝の心を管理します、鈴木邦也調教師前へお越しください。7番。感謝の心は7番です。続きましてミノルシャープを管理します、大友栄人調教師前へお越しください。3番。ミノルシャープ3番です。続いては戦国エースを管理します、月立茂人調教師前へお越しください。5番。5番。戦国エース5番です。続いては目白剛力を管理します、松井博文調教師前へとお越しください。寝たらみんなに迷惑かけるから1つ番。逆だ。目白剛力1番です。抽選順番5番目は新参ボーイを管理します、鈴木邦也調教師前へお越しください。みんな今から嫌がってるから、もう実行してくださったんだけど。
2番。2番です。新山ボーイ2番です。続いて北勝勝代理で阿部武富騎手、前へお越しください。9番。北勝勝9番です。続いて俺の心、はい、そろそろです。お願いします、北田先生。はい、8番。俺の心8番です。抽選順番8番目は総君ボーイ西村春夫調教師、前へお越しください。10番。総君ボーイ10番です。続いては講師班会、松井夫婦調教師ですが今席を外しています。少々お待ちください。抽選お願いします。もうどうでもいいでしょ、実行して。6番。講師班会6番です。はい、お願いします。それでは最後、北野裕次郎村上慎一調教師、お願いします。4番。北野裕次郎は4番に入りました。以上で枠順が決定しました。では目白剛力講師班会のお話を頂戴してまいります。まずは目白剛力のお話なんですけども、1番に入りましたけど、このコースいかがですか。まあ端っこで帰っていかったかなと思ってます。はい。状態面は今いかがですか。そうですね、まあ初挑戦なので、まあできる限りのことはやりました。秋5歳の天馬賞制覇からこの馬を調教していますけど、この2年間で、成長している部分、変化している部分、感じる部分、どんなところでしょうか。そうですね、もともとカルババの方がいかったんですが、だんだん年とともに高重量戦で結果が残せるようになったことが、まあ良かったかなと思ってます。はい。そういうところも感じて今回のこう出走みたいなのが決まったんでしょうか。はい、まあ、去年は回避したんですが、今年はもう7体なので使おうと思ってました。はい。では今度は講師班会のお話をお聞きします。講師班会は6番に入りました。はい、この6番いかがですか。いや、まあ、この馬は障害校舎なので、まあ、どこでもこなしてくれると思います。はい。状態面いかがでしょうか。はい、まあ完璧の仕上がりです。これで引退、この馬は6歳から管理していますけど、振り返るとどんな馬ですか。まあ大きな事故にも合わずよく走ってくれました。はい。昨年の万栄記念、まあ、馬の頑張りはもちろん藤本騎手の騎乗、どんなふうにご覧になってましたか。そうですね、まあ山を降りた時には取れたと思ったんですが、ゴール前に大きな落とし穴があり、まあショックでした。今のところ当日、万栄記念当日雨予報なんですけど、この辺りどうですかね。まあ天気は運を天に任せるしかないですね、もう。はい。どちらの馬で接しても松井調教師にとって2013年金沢ブラック以来6度目の制覇なんですけど、はい、万栄記念松井調教師から見てどんなレースでしょうか。やっぱり特別なレースですね。はい。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。二度とも最高の状態で臨みます。応援よろしくお願いします。まずは新山ボーイのお話、新山ボーイ2番に入りましたが、このコースいかがですか。まあ、この馬は性根がいいんで、まあ、コースはどこでも構わないというタイプなんで、まあ、枠のことはどこでもよかったんだけど、前走からおよそ2週間での出走ですが、状態面いかがでしょうか。そうですね、ちょっと今はもう馬営に向かって特訓してるんで、
ちょうど今は疲れが来てるくらいかなと思うんだけど、あのこの馬を扱って3ヶ月と少し経ちましたけど、はい、あの新参ボーイ、鈴木邦也調教師から見ての印象でどういう馬ですかね。まあね、もう少し体があればっていう部分があるんだけど、まあ体の割にはいい仕事するんで、まあ勝ち負け云々よりも、まあ見苦しいレースはしないとは思ってますけど、なんかこう体の割にはってことは内に秘めるものみたいなの感じますか。そうですね、あの体は小さいけどピリッと辛いものがあるんで、では続いて感謝の心の話を聞いていきたいんですけども、はい、感謝の心は7番に入りましたけど、このままこのコース印象いかがですか。まあ世の中でいうラッキーセブンで、まあいい枠でないかなとは思いますけど、この馬も前走からおよそ2週間での出走ですけど、状態はいかがですか。状態は新参ボイよりこの馬の方が状態はいいですけど、あのこの馬も管理して3ヶ月経ちましたけど、この馬はどういう馬ですかね。感謝の心は、まあ、新参ボイと同じで、まあやる気があるんで、まあそこそこのことはしてくれるんじゃないかと思って期待はちょっとだけしてるんだけど、どの馬で制しても万栄記念初制覇ですが、はい、鈴木調教師からこの万栄記念どういうレースか。そうですね、長年万栄競馬の調教師をさせてもらってるんだけど、やっぱりこの万栄記念っていうのはやっぱり自分でも見てても感動するし、馬を走らせても感動するし、まあ、最高のレースだなとは思ってるんですけど、ぜひね調教師をしてる間に一回は勝ってみたいなっていうレースなんだけど、なかなか縁がなくて、はい、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。そうですね、年に一度の大舞台です。みんな一生懸命全調教師がもう力を入れて調教してるんで、素晴らしいレースになると思うんで、ぜひ本場に来て見ていただきたいなと思いますけど。鈴木調教師ありがとうございました。はいはい、では大友調教師のお話を聞いてまいります。まずミノルシャーク3番に入りましたが、このコースどういう印象でしょうか。まあどこでも一緒だから大丈夫です。普段からあまりコースは気にならないようなんですか。いや、なりませんね。ミノルシャープ前走からおよそ2週間で万栄記念出走ですけど、状態面いかがですか。状態はまあ変わらずっていう感じかな。いい悪いで言うと、まあ普通ですね。万栄記念初挑戦ですけど、この時期で出走するプランというのは、まあ、その出走するプランはどのあたりで立てましたか。まあ、年明けてから調子を見て、出すように、はい。大友調教師はもし勝てば2006年のスーパーペガサス以来、あの時は4連覇でしたけども万栄記念制覇です。大友先生からこの見て万栄記念ではどういうレースでしょうか。いや、賞金高いから取ってもらいたいよね。やっぱビッグレースですから、その賞金というのも大きいですか。そうですよね。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。みんな一生懸命引っ張る馬の姿を、みんな見ててください。頑張りますから、はい。村上調教師にお話をお伺いします。北野裕次郎は4番に入りましたけども、このコース印象いかがですか。そうですね、中に入った方がまあいいとは思います。まあ、いいとこ取れたという。そうですね、前走からはおよそ2週間での出走ですけども、状態面いかがでしょうか。まあ、現状で維持してます。11月からは10戦して9連敗で、もう1回も3着との成績を見るとすごくいいように見えるんですけども、いかがですかね。はい、まあ時間かかんないとちょっと出てこれない馬なんで、まあ馬場に恵まれたっていう感じですね。はい、
じゃあ万栄記念は時間のかかるレースなんで、ちょっとこう期待しているところは大きい、はい、いや大きくはないです。初挑戦ですけど、どのあたりで出走を決めましたか？そうですね、後半やっぱり調子が上げてきてたところで、はい、決めました。もし勝てば村上先生は錦大臣以来、2012年以来の万栄記念制覇です。万栄記念はどういうレースでしょうか？やっぱり特別なレースですよね。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。まあ、初挑戦ですが頑張れますのでよろしくお願いします。それでは月立重人調教師のお話を聞いてまいります。まずは戦国エースのお話から、はい、聞いていきたいと思います。戦国エース5番に入りましたけど、このコースいかがですか？あのコースについては全然問題ないと思います。はい、前走からおよそ1月空きましたけども、状態面いかがですか？走路開放なんか使いながら、まあ、いい状態になっていると思います。昨年の万栄記念、障害を降りてはどんな風にご覧になってましたか、この馬に対しては？欲を言えばもう一腰早く降りてたら、まあ、勝ち負け中間、一着になれるぐらいの、位置だったかなと思ってます。ただ前には俺の心がいて、はい、後ろからは戦国ですが、ああいう時突き立て調子はどういう思いでしょうか？いやー、まあ、正直どっち、まあ、一着になれてもまあいいっていうか、そんな感じで見てます。続いて俺の心なんですけど、はい、俺の心、8番に入りましたけど、はい、こちらはいかがですか？これもコースは大丈夫だと思います。前走チャンピオンカップから、こちらは、3週間空きましたけど、はい、状態にいかがですか？いや、もういい状態に仕上がってると思います。はい、これで、まあ、とうとう引退ということです。はい、2歳途中から、月立先生俺の心を管理していますけど、はい、振り返るとどんな馬ですか？本当にいい馬を やらせてもらったというか、もう予託してもらったというか、本当に感謝しています。はい、俺の頃に対してはスーパーペガサス以来の4度目の制覇を期待している方もいいと思うんですけども、はい、このあたり月立調教師意識などありますか？意識 ないったら嘘かもしれないけど、まあ、できれば、まあ、優秀の美で、終わってもらいたい。どの馬で調整してもですね、月立調教師万栄記念もしかすると5年連続の制覇となるんですけどもそのあたりいかがですか？頑張りたいと思います。最後に月立調教師に万栄記念どういうレースでしょうか？やっぱりこの仕事しててやっぱりこのレースに出走することと一着取ることが本当に最高のあれです、夢です。はい、4回取っててもまだその夢はある？まだあります。はい、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。3月21日の万栄記念、ぜひ応援よろしくお願いします。では阿部武智騎士の話を聞いてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北勝勝9番に入りましたけど、このコースの印象いかがでしょうか？そうですね、まあ、端っこよりはまあ間に挟まった方がいいんじゃないかと思いますけど、まあ、10番よりは9番の方が良かったというのは。そうですね、はい。前走からおよそ2週間での出走ですが、状態面いかがですか？前走に引き続き上向いては来てると思いますけど、昨年は連勝記録もかかる中での、挑戦でした。今年は違うと思うんですけど、心持ちなんか違いなどありますか？去年と変わらず、まあ、気楽に思ってますけど。阿部騎士にとってどうですか、この万栄記念というレースは？なかなかね、万栄記念に出走するのが大変なレースなんで、まあ、これは、ね、集大成みたいなところもあるんで、まあ、勝ちたいレース でもありますけど。
では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。まあ、去年より前でゴールできるよう頑張りますので応援よろしくお願いします。まずは総君ボーイ10番に入りましたけども、この印象、西村調教師いかがですか。いや、ちょっと外コースはだいたい、まあ、1コースでも10コースでもいいなとは思ったんだけど、まあ、いいコースに入ったと思います。はい。前走からおよそ2週間での出走ですが、状態面はいかがですか。まあ、普通に餌食いもいいしね、別に馬は壊れてないです。壊れてないくせやってますから大丈夫です。はい。デビューからこの馬を管理して、はい、とうとう引退レースですけど、ここまでどんな9年間だったか教えてください。まあ、そうだな、ちょっとずれでもあるからね。やっぱ山だけまともに上がってくれれば、まあ、なんともいないぐらい嬉しいなと思いますけど、はい。もし勝てばですね、西村春夫調教師にとっては2002年の坂野大村連覇以来の万栄記念制覇ですけど、はい、西村調教師にとって万栄記念ってどういうレースでしょうか。まあ、農林水産っていうやつ、まあ、しばらく取ってないんで、まあ、今回はちょっと狙っているんですけど、まあ、おそらく無理だなと思いますけど頑張ってみます。はい。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。今までどうもね、大差引っ張らないまだけど、長年ファンの皆様に応援してもらって本当にありがとうございました。今回も頑張っていきますのでよろしくお願いします。イエス。第53回万栄記念、3月21日開催。